アザラシ農園189日目でございますということなんですけども、1週間前と対して状況は変わってないですね。映すようなものも特にないという、そういう状況ですけども、まあ、一つ報告するとすると、野沢菜の間引き菜をねちょこちょこ食べてます。一昨日は間引いた野沢菜で牛バラかなを炒めて牛バラ丼作ってましたけど、美味しかったですね。なんか癖のない、もっとシワい漬物のイメージがあるから、野沢菜ってシワい感じかなと思ったけど、そんなことはない。意外とこのね葉っぱの伸びてるこの辺の茎の部分みたいなのが柔らかくて、食べやすいです。うん、植えてよかったあとはまあ茎ブロッコリーとかの青虫も今朝はいませんでしたね。さすがにもう11月の中頃ぐらいになってくると、寒さで虫があんまりつかないんでしょうかね。逆に楽って感じですね。特にそんなもんです。他に報告するようなことなし。これから出かけます。また勉強です。もうずっと日曜日もない生活を送ってるんで、はぁ、休みで、ほなまた。